じゃあ今日は2年で10キロ痩せた話についてお話したいなと思います。ということで、見てわかる通りですね、僕2年で10キロ痩せたんですけども、ちょっと今日はそのことについてお話したいなと思います。僕はですね、今都内でですね、会社員として働いてる25歳でございまして、で僕会社員やる前はというか、大学までですね、体操競技をずっとやってまして、だいたい6歳から幼稚園の年長さんから始めたんで、だいたい16年7年ぐらいやってました。で現役時代から今回10キロぐらいですね痩せましたっていう話なんですけれども、痩せるためにいろいろ気をつけたこととか、ついてちょっとまとめたので、お話したいなと思います。で僕結構キャリア系の話することも僕のチャンネルでは多いんですけれども、こういう感じでですね、理想的なキャリアとか、自分のこう理想の人生を実現するためにはやっぱり健康が第一ということなので、はい、いうふうに思ってるので、まず体づくりという観点でですね、ちょっとそれについてもちょっとお話したいなと思いますので、お付き合いいただけると幸いでございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、本題に入っていきたいと思うんですけれども、そもそも2年で10キロって結構すごいことだと僕的には思ってるんですけど、気をつけたこと3つありまして、まずすいません、一番大事なことから話していきたいんですが、1つ目ですね、やっぱり食事ですね。食事がマジ一番大きいんじゃないかなと思ってまして、でもダイエットとかこう減量するにあたって、食生活を改善するっていうのは当たり前に誰しもが言うと思うんですけれども、結構それぞれの人によって結構メソッドが違うと思うんですよ、いろいろ。だからもうこれだみたいな、絶対これが正解みたいなのはないと思っていて、いくつか正解があって、しかもその人それぞれ結構その体質とか、なんか生活リズムとかがそもそも違うじゃないですか。お仕事柄ちょっとなんか夜型の生活になってしまうとか、逆にめっちゃ朝型の生活になるとか、いろいろあると思うんで、結構その人、それぞれによって生活というか、その正解自体も違うかなと思うんですけども、僕なりの僕に合ったその正解みたいなところでちょっと今日お話ししたいなと思います。でそれで言うとですね、僕はですね1日2食の食生活を気をつけたっていうのが、ずっと続けたみたいなところは大きいかなと思います。ただその2食なんですけども、僕はですね結構変わっていてというか、僕は夜ですね、夜ご飯はもうマジで好きなだけ食べていいよみたいなルール、かつ、その昼ご飯、お昼ご飯、夜ご飯みたいな、1日2食を徹底して、やっていたっていう感じでした。これ大体、マジで本当に2年間続けたんですけど、基本的にはね。最初はでも僕、1日5食ぐらい食べないと、おやつとかも含めて、なんか耐えきれないような生活習慣だったので、最初1日2食に変えるってなった時は、結構ストレスだったんですけども、割とですね、1、2週間ぐらい頑張って我慢して続けちゃえば、なんかそれがもう習慣化するんですよね。なので、そっからは全然苦じゃなくて、逆になんか朝ごはん食べると気持ち悪いみたいなぐらいの感覚にはなったので、まずは続けてみることって大事なんかなっていうふうに思いましたね。具体的になんかどんな食生活してたかっていうとですね、大体決まっていて、朝はその固形物は取らないっていうルール決めてたんですよ。固形物を取るのが昼夜みたいな感じで決めてましたっていうところですね。僕コーヒー大好きなので、朝は毎日ほぼほぼ家でコーヒーを入れてスタートするっていう感じなので、朝起きたら大体そのお豆をですね、お豆からガーってミキサーに入れてコーヒー入れて飲むっていう感じです。で夏冬でも結構違うんですけど、なんか夏は普通にコーヒー、アイスコーヒー入れてミルク割って飲むみたいな、ちびちび飲む感じです。冬は逆になんかカフェミスト作るんですけど、なんかブレンダーがあるんですよ家に。なんかミルクチンして温かくしてガーってやって、温かいコーヒーに混ぜてなんかカフェミストにするっていう、それがめっちゃチルですね。これめっちゃいいんでマジやってみてください。結構満腹感もあるので、というのが朝ですね大体。で昼は本当に12時から14時ぐらいのどこかで適当に食べるんですけど、お腹空いたら食べるっていう感じですね。昼も大体決まってて、目玉焼き2個と、そのサラダと、あと納豆ご飯みたいな感じですね。それで済んでました。
はい、まあ、タンパク質もちゃんと取らなきゃなっていうところだったので、はい、それやってました。で、夜はマジで本当好きなだけ食べていいっていうルールにしてたんですよ。まあ、とはいえですね、やっぱり痩せるためにはある程度こう、なんだろう、ダーティーなものを毎日食べてたらさすがに痩せないので、良質なものを好きなだけ食べていいみたいな感じにしてましたね。まあ、基本的にはだから自炊したものをめっちゃ食べるみたいな感じでしたね。まあ、その方が結構お金もかかりづらいと思うので、めっちゃおすすめなんですけども、最近めっちゃ流行ってるのが無水カレーですね。無水カレーは本当に作るのも簡単で、作り置きとかもめっちゃしやすくて、かつお腹にもたまるんですよ。なので超いいなと思ってですね、それをしばらく、もう本当に3、4ヶ月ぐらい続けてますね、無水カレー生活は。そんな感じで、なんか自分が好きな、なんだろう、まあ、お肉も野菜も取れてみたいな料理を1個、まあ、2個決めて、まあ、それをひたすらこう回していくみたいな感じがいいかなと思いました。なんか自炊するのが面倒な人は本当にまとめて作ってタッパとかに入れて冷凍して、で毎日こうチンして食べるみたいなことを続ければですね、割とそんな苦じゃないんですよね。洗い物とかも全然出にくいので、そっちの方が面倒くさがりな人ほど作り置きするのがいいんじゃないかなと思いました。っていうのが、はい、一つ目でした。一つ目の食事面についてでした。マジでこれ大事なので、ぜひやってみてください。本当にそれ以外でちょっと気になることある人はまた動画にしようかなと思うので、コメントいただけたら幸いです。で、次二つ目なんですけども、二つ目はですね、やっぱ筋トレですね。見てわかる通り僕筋肉あるんですけれども、まあ、ただだいぶ減った方というか、なんか無駄なものがそぎ落とされたような感じなんですよ。もっと10キロ痩せたのはもちろん脂肪が減ったっていうのもそうなんですけど、なんか筋肉が減ったっていうのも、なんか余分な筋肉が落とされたっていうのも結構あるんじゃないかなと思ってて、結構僕的には今の体はある程度ちょっといいかなと思ってるんですけど、細マッチョぐらいがちょうどいいなと思ってるので、いいなと思ってるんですけども、はい、筋トレですね。ただ筋トレ僕は別に大好きってわけじゃなくて、で僕ジムも行ったことないんですよ。それは結構前の動画でも話してるんですけども、体操選手って大体自重トレーニングで自分の体を作っていくんですよね。なので、家でちょっと軽く筋トレやるぐらいで全然良かったので、まあ、ただ心がけたのは、ほんと1日5分でもいいから筋トレするみたいなのは結構やってましたね。僕夜とかにやろうとすると、もう疲れてるんで、もうめんどくさくてやらんっていうのが結構続いちゃってたりしたんで、一時期朝やるっていうのを結構決めてましたね。徹底して朝だったら、なんかもう寝ぶけ覚まし感覚で、例えばですけど、まあ、社会人になったら出社したりとか、仕事すると思うんですけども、で仕事する前に本当になんか倒立ちょっとだけやるとか、腕立てほんと10回めっちゃ全力でやるとか、そんな感じでもう1日ほんともう5分だけでもやったら、結構ね、なんか体自体は維持されたので、結構おすすめですね。何もやらないのと1日ほんとに腕立て10回やるのとでは結構違う、積み重なるとかなり違うかなと思うので、それはマジで皆さんやってみてください。継続ですね、継続というのが2つ目ですね。で最後はですね、やっぱすいません、シンプルなんですけども、いっぱい寝るですね。これもめっちゃやっぱ本当に三大欲求の一つなので、睡眠を取らないと本当に痩せないなと思いました。まあ、これもでも実際食事と同じぐらい大事かなと今話してて思ったんですけど、睡眠不足だとなんか食欲も上がるらしいんですよ。なんか食欲が上がるホルモンが出る、なんか分泌されるみたいな感じらしくて、まあ、確かに言われてみれば寝不足の日ってなんかお菓子とかめっちゃ食べたくなるなみたいな思ってですね、なんか皆さんもそういう経験あるかもしれないんですけども、ちゃんといっぱい寝とけばある程度こう抑制は効きやすいと思うんですよね。なので人によって十分な睡眠時間って異なると思うんですけども、僕はちょっと大変でロングスリーパーなので、もう本当に 7,8 時間は確保しないと結構しんどくなっちゃうので、それぐらいは頑張って取るようにしてました。なのでこの3つをやればですね、本当にめちゃめちゃいいサイクルが回ってですね、どん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 痩せていけると思うんで、マミーさんぜひやってみてください。以上3つ話しましたが、いかがだったでしょうか。ということでですね、今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。